暗闇に包まれし煙火の宮、そこへ向かう準備はできましたでしょうか。はい、では私についてきてください。もし機会があるなら、来年メカジキ一番隊はフライム生態管理の任を申請しようかと思います。塩化の宮に行くよりもフライムの方がよっぽどマシですので、空っぽの鎧でカチャカチャと音を立てながら追いかけてくるなんて、そんな魔物恐ろしすぎます。おいらもそう思うぞ。ひとまずこの場所なら安全です。当面の間危険が及ぶことはないでしょう。やあ君たち、あなたは A3 番隊の変わり者で有名な矢部さんでしたよね。お前なんだか他の兵士と違ってかなり元気そうだな。そうかい。実は小さい頃から怪談とか怖い話が大好きでね。塩化の宮に来ていいものを見ることができたおかげかな。ああ、なんて刺激的なんだ。もうたまらん。おいら、全く理解できないんだけど。せっかく塩化の宮に来たからには、ここに伝わる四大奇談を調べてみようと思ってるんだ。特に奇談の中で最も謎とされてる分野治安をね。わざわざ危険なことに首を突っ込まないでほしいのですが、いざという時あなたを助けに行かなければならないでしょ。まあまあ、それについてはまた。あそこの階段の上に臨時拠点があるのは知ってるかい。まだ行ってないんだったらまずはそこで休むといい。お二人とも今までの方々とは違うようですが、あなたたちは人間ですか？もちろんこいつは人間だぞ。渡辺島の人じゃないけど。ではあなたは人間の子供ですか？そうでしたか。人間は成長すると飛行能力を失うのかと思ってしまいました。深海ビシャップの子供が色を見分けられ大人になるとできなくなるのと同じように。スミは深海ビシャップについて詳しいんだな。あなたたちどうして私の名を？ああ、お前が助けた負傷兵から聞いたんだ。なるほど。私はメカジキ一番隊の隊長代理を務めている上野と申します。負傷者の避難とこの塩化の宮で起きている異常の調査を手伝うため来ました。メカジキ一番隊は少し休憩を取った後に行動をするつもりです。ひとまず私はここで失礼いたします。ではあなたたちは問題を解決するため来たのですね。それは助かります。現在私は線の灯火を維持するだけで手一杯な状況。この蔓延する暗闇を私一人ではどうにかできそうにありません。一体何が起きてるんだ？スミは原因を知ってるのか？全ては虚空からの侵入による影響です。白夜国の住民はこの世に三つの世界があると考えています。それがビシャップ界、人間界、巨界です。塩化の宮の暗闇は
虚空のアビスによるもの。ビシャップも人間も耐えられるものではありません。でも深海ビシャップは暗闇が好きなんじゃないのか？深海ビシャップはただ光を嫌っているだけに過ぎません。この深淵において光は人間の活動を意味するものですので、事実書物の中でビシャップ界は光界と呼ばれています。純粋で原始的な元素生物の世界という意味です。そしてこの光界の七曜は荒れ狂う元素力の頂点に立つ者たち、元素七竜です。つゆ子が今回の任務を三回道あえの祭りって言ったのもこういう理由からだったのか。三回道あえの祭り、確かに事実に沿っています。しかしより正確に表すなら三角道あえの祭りと言うべきです。巨海の黒霧の根源は塩化の宮の境で三角を描くように立つ高塔にあるのですから。その三つの高塔って前に試練で行ったところだよな。行ったことがあるのですか？おう、話すと長くなるけどな。そうですか。そういえば罪はどうしてそんな妙なお面をかぶってるんだ？これは醜さを隠すためです。成長の最中、私は様々な出来事に遭いました。隠さなければ人々を怖がらせてしまうのではと不安なのです。これのせいで私を信用することが難しいのでしょうか？いやいや違うんだ。罪は怪我人を助けてくれてるし、きっとみんなも感謝してる。ただは私も同じです。裏切りは最も嫌悪すべきものです。とにかく塩化の宮の暗闇を解決してくれるのであれば、私が道案内をしましょう。もしあなたたちが私を信用してくれたらの話ですが、私は負傷者の手当てをしています。それから新しく来た人たちから状況を聞きたいので、ここで失礼します。どうするんだ？オイラ罪を信じたいけど、とりあえず負傷者たちから話を聞いてみようぜ。こんにちは、どうかしたかい？お面をかぶった罪っていう巫女がいるだろ。オイラたちその人のことについて聞きたいんだ。さては、彼女がつけている奇妙な面が気になってるんだろう。なら俺に聞いて正解だ。おお、ツミさんに助けられた人の中でも俺はかなり最初の方でな。その時から不思議に思ってたんだ。どうして塩化の宮の失われた儀式を知る巫女があんなお面をかぶっているんだろうってな。そこでその謎をはっきりさせるため俺はしつこく聞いてみた。それでああ、その時はまだ人が少なかったからか、彼女はお面の下を少し見せてくれてな。おかしなところはほとんどなかった。ただ彼女はある一部分を隠すためだけにお面をしていたんだ。彼女の瞳孔は縦に伸び、蛇のような細長い目をしていたんだよ。それを見てお前は驚かなかったのか？まあ普通ならビビるだろうな。でも渡墨島には誰もが知る伝説があるんだ。いや、伝説というよりも史実か。渡墨大神の第一の眷属、渡墨の御使い一族だ。言い伝えによると、その者たちは半人半者だったらしい。かつて我々の祖先に力を貸し、深海ビシャップを討伐したと言われている。今は歴史の中に消えてしまったが、ツミさんは蛇のような瞳を持っている。だから自然と信頼感が湧いてきてな。俺はきっとその一族が危機を察知し戻ってきてくれたんだと思ってる。なるほどな。小難しいことはよくわからんが、ツミさんは信頼できる人だと俺は思うぞ。
やあ、何か用かい？お面をかぶったツミっていう巫女がいるだろ。オイラたち、その人のことについて聞きたいんだ。なんだ、ツミのことか。具体的に何が聞きたいんだ？ちなみに、好きな人のことや結婚しているかは聞いたことあるが、何も答えてくれなかったぞ。そういうんじゃなくて、ツミに何か怪しい点とかないか？怪しさがあることで、美しい女性はより魅力が増すものだ。謎めいた、つかみどころのない、幻のような感じ。わかるかい？いやいや、真面目に答えてるつもりだぞ。でも、強いて言うなら、彼女がつけている二つの装飾品が気になるな。一つは彼女のお面。彼女がなぜあれを選んだのかはわからないが、ちょっと怖いだろ？それと、さっき僕に包帯を巻いてくれた時、首飾りがちらりと見えたんだ。割れた何かを紐で結び、それを首飾りにしているようだった。まさか彼女、すでに生涯の伴侶を見つけているのか？それはありえるかもな。とりあえず、お前は早く目を覚ました方がいいと思うぞ。負傷兵たちが休んでる。邪魔しないでおこう。よし、これだけ聞ければ十分だな。どこか他の場所で情報を整理しようぜ。スミは部屋の中にいるし、こそこそ話しているのがバレたら気まずいからな。